はい、こんにちは、いイトチャンネルです。 3月17日日曜日ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、かなりね、快適な日曜日をね、私過ごしておりますけれども。というのもね、今日はね、あの中国にいます。<laughs> 久しぶりの中国でね、テンション上がってるんですけれども、昨日はね、一日中ちょっと観光してぐったりしてたんで、えー、今日はね、ゆっくり、えー、ビジネスホテルで過ごそうかななんて、えー、思っております。で、こんなね、中国にいる間、うちのね、ワンコのテイルズくんね、えー どうしてんのっていう話が多分来ると思うんですけれども <laughs>、うちのワンコはですね、実はね、あの、親がね、僕のマンションに来て、 で、一週間、面倒見てくれるということになってますので、えー、ね、えー、僕のマンションに親がね、今一週間過ごしているということで、安心してね、出雲見てくれてるということでね、えー、こうやって安心して、こう、ね、出張に来れてるわけなんですけれども、で、あの、うちの親がね、最近あの、泊まりに来て、初日ね、一緒に過ごしたんですけれども、 あの、なんかね、夜にね、マグカップ貸してくれって言うんですよ、うちの親がね。あ、なんだ、コーヒーかなんか、スープかなんか飲むのかななんて思って、マグカップ貸してあげたんですよ、僕のお気に入りのやつね。お気に入りのマグカップでよくね、えー、コーヒーよく飲むね、えー、マグカップを親に貸したんですよね。で、そした後ね、なんか、あのー、 あの、スープとかお茶とか飲むのかななんて思ってた。えー、まあ、そのまま放っといたんですけども <laughs>、そしたらね、ふとね、見たらね、僕のマグカップの中に、何かね、あのー、コーンスープみたいなの入ってんなーなんて思ってね。<laughs> あの、クラムチャウダーかな白いクラムチャウダーみたいなの入ってんなーと思って、これ何、スープでも飲むのって聞いたら、あ,あ、これね、今、入れ歯洗浄してるんだって言ってて、<laughs> ポリネントが優しくて <laughs>、ポリネントと入れ歯をね、 僕のお気に入りのマグカップに入れて、どうも、洗浄してたらしくて <laughs>。あ、このマグカップ終わったと思いましたね。はい。さすがにね、入れば洗浄した後のマグカップで、コーヒー飲む気にはならないよね。洗ったところで、洗ったとてね、えー、飲む気にならないなと思って、あ、このマグカップ終わったと思ってね。それ先に行ってよって僕もね、えー、ちょっと行っちゃいましたけどもね。そうしたらいらないね、コップとかいっぱいあるから、えー、それで提供 しししたたんんだけどなーななーててて思っっっちちょっとね、えー、悲いい気持ちになりましたっていうエピソドです。皆さんもね、<laughs> まさかいれば戦場に使われるとはって思わなかったんでね。まあ、もうね、えー、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいますんでね、えー、ぜひ、あの、ちゃんとね、何に使うのって聞いてね、提、え、供、ー、して、提供するといいかなと思います。 はい。で、今日はね、案件なんですけれども、ブラックビューさんのね、新しいタブレットということで、メガワンというものが販売しますので、えー、今日はね、えー、こちらの紹介と、明日からね、プロモーションが始まりますので、えー、そちらのプロモーションの詳細ですね、実際にはね、えー、結構衝撃価格になりますんで、えー、最後まで見ていただければなと思います。じゃあね、早速、このブラックビューメガワンについてね、えー、説明していこうかなと思います。 はい、じゃあね、ブラックビューメガワンの詳細な一覧表になりますね。こちらの方を説明していこうかなと思います。まずね、GPU、C、CPU、GPU 周り、これ SOC ーーですね。えー、こちらなんですが、ちょっとフォーカス側ですね。ヘリオ G99 で、えー、ARM MARI G57 の MC2 となっております。まあ、最近のね、タブレットでちょっと高性能化して、メジャーに使われているものは何ですかって言うと、ヘリオ G99 で、まあ、あの、ウェブとか、えっ、ー、と、動画とか、 あと、ゲームもね、そこそこ動き、動くという感じの、なかなか高性能なね、CPU 周りになっているかななんて思いますんで、ここは安心してよろしいところかなと思います。で、メモリがね、2つあって、8GB。ちょっとね、フォーカスがブレブレしてますね。8GB と 12GB で、それが2、それぞれあって、 まあどっちでもいいんですけどね。え、そんなにね、もうすごいいっぱい開いて使うってきた 12GB なんですけど、まあそんなにね、えー、激しく使わない人はね、激しくっていうのはあれですけどね。で、一応ね、仮想メモリで拡張 8GB まで対応しているというような感じになっております。で、ストレージが 256GB 一択ですね。こちら一つで。 で、もちろん SD カードで拡張できますんで、えー、まあ SD カード入れて使うっていう人はあまりストレージの方ね、えー、ごろで十分かななんと思いますし、えー、足してもいいかななんと思います。ゲームのね、使う人とかはよくね、えー、こちら1テラまでね、えー、増やせますんでといった感じです。で、ディスプレイ、今回はねですね、ここが一番のね、注目ポイントで、11.5インチなんですよ。結構でかい。でかいパネルになります。で、しかもね、2.4K 画質で高画質のものといったところで、IPS 液晶。 になりますで、高画質でかつね、え、リフレッシュレートがね、120Hz ということで、かなりね、えー、高リフレッシュレートとなりますんで、ヌル,ヌル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 動くような感じの、ここがね、なかなか優れたところになってきます。で、あと Wi-Fi、Bluetooth 関係はね、こちらに書いてある通りで、対応周波数もね、えー、2G から 4G かな。えー ま、ここ,まあ、ここぐらいまでのね、バンドに対応しているというものになります。あまりね、ここ詳しくないんで分かんないですけど、普段ね、僕使わないんですよね、あんまりここら辺ね。で、カメラが、リアカメラが50メガピクセル、フロントカメラが13メガピクセルといったところになります。で、バッテリーがね、結構高容量でね、8800mAh となってて、33W の急速充電対応というふうになっております。で、重さがこちらに厚、サイズとね、重さということ で、今回ね、厚みがね、何点6ミ、mm、リと、えー、かなりね、薄くなってて、で、なおかつね、11インチあるんですけど、11.5インチあるのに500グラム程度ということで、かなりね、えー、軽量化に成功してる、えー、そんな感じのタブレットですので、えー、かなりね、持ち運びもね、結構便利にいけるんじゃないかな、なんて思います。で、アンドロイドの <coughs> えー、バージョンが13で、ベースは13ベースでの OS になってで DukeOS の4.0だったかなえー、こちらの方を内蔵しているというような状況になっております。はい。で、今回ね、えー、実物いただけてないんで、内容物のね、えー、ものはこんなものですよって動画から持ってきたんですけれども、もちろんね、こちらのね、えー、タブレット本体はね、えー、当然、 ついております。で、そこにね、えー、ケースがね、専用のケースがね、ついてくると、これ嬉しいですよね。もうケース買い足すだけで5、6000円かかったりしますからね、普通はね。えー、ケースがついてくるというフルセットになってて、で、嬉しいのがね、これ。 専用ペンがついてるんですよね。だから画面のね、タッチするペンがついてるって。これもね、ついてるとね、使えるんですよねで。あとはね、充電ケーブル系はね、これはもうあってもなくてもいいかなと。まあ多分これ使わないっていう方が多いかなと。今ね、充電器どこでも売ってますんでね。で、あとは説明書とピンかな、ここにね。 えー、ピンがついているといった感じで、見えづらいね、またね。<laughs> はい。といった感じで、あと箱ですね、当然と。いった感じのね、えー、内容物になっておりますんで、えー、まあね、このフルセットでついてくるってなかなか嬉しいですよね。これから。こんな感じでね。えー、もちろんね、表面におそらく保護フィルム貼ってある状態だと思いますんで、えー、そこも安心すると、安心していただけて大丈夫かなと思いますんでね。はい。まあ、これだけのセットで、今回販売、セット売りというような感じになっております。 はい。で、今回のね、カラーバリエーションなんですけれども、スペースグレーと言われるね。まあよくある一般的な紳士的な色ですかね。えー、で、ポップな色ということで、スカイブルーっていうのと、まあ女性に人気の、えー、ドリーミーパープル、うんね。名前も色々あるんだね、なんて思いますけどね。えー、もうまっさらな青年向け、大人向け、えー、もしくは女性向けといった感じでね、色々なカラーバリエーションがあって、どれもね、なんか綺麗な。 感じの色合いになってるなぁなんて思いますけど、どう思いますかね皆さんね。はい。まあ、結局ね、ケースつけちゃうとここら辺見えなくなっちゃうんですけどねっていうのはあるんですけども、まあ、自分のね、好きな、えー、自分の好きな色にね、えー、対応していただくというような感じでね、いろいろなカラーバリエーションが出ているというものになります。 はい、じゃあね、ここからは、ブラックビューのメガワンなんですけども、4つのパートに分かれて、ちょっと説明していこうかなと思います。1つ目のね、特徴としてはディスプレイですね。こちらね、11.5インチの大型ディスプレイで、大きくかつね、120Hz のね、リフレッシュレートを持ってて、ぬるぬる動くといった感じの特徴があります。で、まあ、こちらね、こんな感じのイメージになるんですけれども、メガワン11.5インチってこれぐらいでかいんだよっていうね、 ね、感じになります。ね、同じサイズ感のね、11.1インチのね、ものと比較すると、まあほんとね、1.4インチ違うのかなこれを、これ見ると1.4インチね、違うだけで、かなり大きくてね、えー、そんな感じで見やすいっていう、もうかなりノートパソコンに近いかなというね、ぐらいね、結構大きいタブレットになるんですよ、と。 ここがね、えー、おっきいの特徴になっております。で、なおかつね、120Hz のリフレッシュレートってどういうことかっていうと、このパラパラ漫画のね、枚数、ね。 これがね、120Hz ありますよっていうことで、もうぬる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 動くと、この紙の枚数がね、すごく多いと。1秒間に120枚というね、そんな感じのね、イメージかななんと思うんですけども、このパラパラマンゴンでね、えー、ものが120枚出てくるというようなイメージになりますんで、かなりね、もうぬるぬる動くというような感じになります。 はいじゃあ、ここからはね、えブラックビューの、えメガファン、こちらのね、特徴をしっかりね、説明していこうかなと思います。で、4つのパートにね、分けて、ちょっと今回説明していこうかなと思います。まず1つ目のパートなんですけども、ディスプレイですね。えこちらがね、主に何を言いたいかというと、11.5インチで 120Hz と、リフレッシュレートが 120Hz あるよ、ということで、えそこがね、一番の特徴になっております。 で、これをね、比較するとね、こんな感じのイメージになります。左がね、えー、メガワンですね。メガワンの11.5インチ。結構でかいよね、なんて思うんですけども。で、最近出ているいろいろなね、タブレットで10.1インチ、1 1インチ系がね、多いんですけれども、これがね、そんな感じ。11.1インチのタブレットなんで、えー、それとね、見比べてもね、かなりでかい。うん。 でかくて見やすいといったところですね。大型タブレットで僕持ってないからね、こういうの1台あるといいなぁなんて思うんですけども、10インチは結構持ってるんだけどもっていうのね、え、これぐらいのね、サイズ差があるんで、これはね、嬉しいよね。これぐらいでかい大迫力でね、映画とか、えー、ね、えー、聞けるぞとかね。あの、漫画もね、こういうので見ると見やすかったりなんていうのもありますし、ネットフリックスね、えー、見たいなぁなんて思いますけどね。はい。 といった感じで、で、なおかつね、120Hz なんですよ。リフレッシュレートが。どういうことっていうと、1秒間で120枚パラパラ漫画が流れてくるよっていうようなイメージですね。だから、もう、でも、もうシンプルにそんなイメージ。リフレッシュレートが上がるってことはね。なのでね、もう、ぬるぬる、ぬるぬる動くよと。えな人間の目の限界を超えているって言ったところなんでね。120Hz でね、1秒間で120枚のパラパラ漫画がパラパラと出てくるんで、もう、ぬるぬるで動くよといった感じでね。 え、そんな感じの動きのディスプレイになりますんで、これもね、嬉しいところかななんて思います。まあ、最近結構ね、メジャーにはなってるんですけども、ものによってはね、90Hz とかね、60Hz 止まりのものがあるんで、それから見てもね、やっぱ 120Hz はね、えー、ぬるぬる動いていいんじゃないかななんて思います。で、それ以外にもね、これね、よく聞かれるんですけれども、ワイドバインのレベルどうなのと、ワイドバイン、 どうなのっていうのがあって。で、今回ね、あの、1080p でワイドバイン L1 サポートしておりますので、えー、こちらね、ネットフリックス、アマゾンプライムね、えー、こちら、いろいろね、他にもディズニープラスとか YouTube とかもあるんですけども、えー、解像度でね、えー、見ることができます。まあ、よくね、せっかく大きい画面買ったのに、ワイドバイン L3 でね、えー、逆にちょっと画面が荒くなっちゃってなんていうことも結構あるんですけれども、このね、ディスプレイは大丈夫ですね。ディスプレイとかシステムですね。 ワイドバイン L1 にもサポートしておりますんで、えー、かなりね、うん、最強な感じで、えー、画面も綺麗に見えるし映画もね大迫力で見えますよといった感じになりますんで、えー、こういうところも含めてねあのかなりこちらのディスプレイ関係はねおすすめできるんじゃないかななんて思いますはいじゃあ次のねパートはカメラ性能がねすごくいいですよっていうのを売りにしておりますまあ、このお姉さんがね え、ちょうどいい感じで、こんな片手で持つほどね、軽くないだろうとは思うんですけども <laughs>、ね、こんなカメラ性能もいいですよっていうのを売りにしております。で、まあ、もちろんね、50メガ、50万ピクセルだったかな、こちらのリアカメラのね、えー、だったりするんですけれども、さらにね、アルゴリズムが入ってて、ソフトですね、アークソフト9.0っていうね、ソフト面でね、かなり頑張っているというタブレットになりますんで、うん。ウルト,ウルトラ HD でとっておきの瞬間をいつでも撮影と、うん。 いう感じなのを売りにしております。まあカメラはね、皆さんどうでしょうかね普段使いますかね えー、タブレットでカメラって僕はあんまり使わないんですけれども。まあぜひね、あると嬉しいよね、といったところで。えー、で、もちろんね、自撮りのカメラ。自撮りカメラもありますし、あとはね、えー、50万ピクセルのリアカメラ。うん、こちらの2つがあってね。まあ、どちらかというとね、自撮りの方はね、ちょっと落とし気味だったりするんですけど、リアカメラがね、しっかり、えー、機能しているというような感じかな、なんて思います。で、あとね、ここにカメラ使って、えー、自分の顔の鍵になるという、顔認証のね、えー、ロックシステム、 も今回ね搭載されているという状況です。で、さっきのねアークソフトのね、えー、まあ9.0かこちらのアルゴリズムを使っていろいろねビューティーモードであったりとかポートレートモードであったり、あとモノクロで撮影できたりプロモードでできたりっていうところもねありますので、もうここのねアークソフトってねかなりアルゴリズム系のソフトがしっかり入ってるんで、えー、普段撮ってる、ね、写真よりもちょっとね加工して綺麗に撮ったりポートレートで 撮ったというような、まあ、これ以外にもね、いろいろ入ってるんですけどもえ、そういうところでね、いろいろ、あの、使い心地のいいカメラになっておりますよ、というのがね、二つ目の売りになっております。 はい、じゃあ続きまして3つ目のね、パートになります。えー、こちらね、チップの SOC 関係の話ですね。ヘリオ G99 搭載しているということで、えー、これはね、ほんと嬉しいですね。ヘリオ G99 ってかなりね、ぬるぬる動く、えー、そんな高性能なね、チップになっております。えー、6ナノのね、テクノロジーのヘリオ G99 で次世代レベルの性能を体験できますということで、もちろんね、仕事でも使えますし、遊びでも使えますよ、といったところの説明になります。で、これがまた、 まとめたものがね、こんな感じで、ハイパーエンジン2.0ライト、ゲーミングテクノロジーにも適用されてて、えーまあ、これチップの性能ですね。で、大体アンテナで44万点かな、といったところの、えー、ものになっていきますよ、といったところですね。で、あとはこれ GPU 関係ですね。ARM, ARM G57 の、えー、やつですね。GPU の性能の話と、もうこれはいいかな、あの、RAM。 ラム関係とストレージ関係と。 いったところかなと。あと、冷却システム。まあ、こちらのね、え、統合冷却システムがあって、チップをね、冷やしていると。熱によるね、暴走っていうのがね、結構心配だったりしますんで、えー、総合冷却システムを搭載しておりますよ、といった感じのね、えー、ものになります。で、実際にね、アンテナのベンチマークね、測った動画がね、あったんで、そこからね、え、持ってきた値がこちらになります。えー、だいたいね、え、44万点といったところで、かなりね、ゲームも快適に遊べますし、え、プレイステーション 2のエミュレーター専用機にしてもねいいかなと思うぐらいね、えー、結構いい感じの値が出ているかなと思います。本当ブラウジングムービーとかねあともういろねカメラとかでも全然普通に使えるサクサクヌルヌル動くような感じのね、えー、全然問題ない、えー、スコアになっているかなと思います。 はい。で、最後にね、パート4つ目なんですけども、最高の使い心地ですよ、ということでね。いろいろね、使い心地がね、よ、を考えてよく作ってますよ、といったところで、え、こっちらですね、Duke OS の4.0がね、え、ラックビューさんよくね、使っているところになるかなと。え、Android ベースなんだけど、専用のね、オリジナリティを出しているといったところですね。で、Duke OS。 え、4.0ということで使いやすさ、滑らかさ、個性、安心感といったところを売りにしている OS になります。え、これね、どういうものがあるかというと PC モードとか PC のように使える、キーボードをくっつけて PC のように使えたりとか、ワークスペースアプリがあったりとか、あと、ま、こいつですね、ペンで、タッチペンでね、いろいろ書いたりっていうような使い心地をね、メインにした感じの OS になっております。え、画面分割っていうのもあったりします、といったところですね。 はい。で、まあ、こっち先ほども話したんですけども、もね、ペンがね、そもそもついてますんで、今回ね、ペンでいろいろこうやって絵描きながら、タッチパネルで絵描きながらって言ったところで、スタイラスペンがね、えー、ついてますんで、こんな中でね、えー、タブレットでね、絵を描いて、えー、綺麗に描くっていうことで目覚めたりっていうこともね、できるかなと。普段ね、全然絵描かない人もね、ペンついてればちょっとやって描いてみようかなっていうね、えー、きっかけにもいいし、子供に与えてね、いろいろ描いてね、お絵描きの時間 で、大人に使いたい方はこんな感じで仕事のように PC モード2.0といった感じで、えー、まるでなんかどっかのね、Windows の OS みたいな感じで、えー、分割 Windows 式でね、いろいろこんな感じでね。 え、タブレットなんだけど、パソコン風に使うこともできますよ。PC モード2.0といったところのね、アルゴリズムが組まれているといったところになります。で、あとはね、サウンド面ですね。どうなのっていったところで、えー、これもね、よくできてて、もうスピーカー4つもついてます。時々ね、こちらのサイズで2個しかついてないとか結構あるんですけれども、クワッドスピーカーということで、スマート PA クワッドスピーカーが4個、4個ね、えー、ついてますんで、サウンド面でもね、かなり、えー、広がり、 のあるね重厚感のある広がりのある音も聞けるんじゃないかなというので音楽プレイヤーとしても使えるし動画プレイヤーとしてもね迫力のあるそんな感じの動画とかね見れたりするのかななんて思いますんでなんかね欠点という欠点がねないんですよねもうほんと完成度の高いそんな感じのねタブレットにね仕上がってるなといったところかなと思いますまあ僕もねここまでちょっと今まで説明してきてやっぱりね画面も綺麗だしワイドバイも L1 に対応 してるしサウンドも綺麗だしといったところあとはペンでね絵も描けるしといったところで本当使い道いろいろあるなぁなんて思いますはいじゃあね最後にお値段になりますでこちらのねブラックビューメガワンなんですけれどもアーリーエクスプレスで購入することができます実はね明日3月18日16時からねワールドプレミアを開催しますんでお値段が一気に安くなります クーポンがね、発行されるみたいで、20ドルオフクーポンが出てて、えー、24AE20。こちらのクーポンコードを適用すると、えー、なんとね、お値段20ドルオフになります。で、最終的な価格いくらになるかっていうとね、えー、26,943円ということで、かなり安く買えますね。<laughs> えー、普通ね、ヘリオ G99 搭載だと3万円、 ぐらいなんですよ10.1インチのヘリを搭載で3万5000円とか、えー、そこら辺がベースになってくるんですけども11インチであれだけいっぱいセットついてでなおかつリフレッシュレートが 120Hz、ね。120 なんで、え、それだけについて、え、この価格ってかなり安いんじゃないかなと思います。本当にね、え、タブレットというより PC 買うような感覚になってくるかなとは思うんですけれども、非常にお買い得なね、え、価格に仕上がってるかなと、思います。カラーってなってるのはね、あの、先ほどもね、あの、話した、え、a m ですね。RAM 関係がね、8ギガか、あと12ギガによってね、ちょっとね、値段が変わってたり、付属品でキーボードついたりとか、ま、いろいろ付属品もあって、え、何つける

よろしいいかなと思いますはい、ということで、えー、本日はブラックビューさんの新作タブレット、メガワーンのね、えー、説明でしたが、いかがだったでしょうかいやー、これだけねー、 僕もね、メリットしかないかなと思ってて、11.5インチの大画面だし、ね、えー、ヘリを G99 搭載してるし、ワイドバインゼロ L1 か、対応してるし、クワットスピーカーだしっていうことで、まあ今までタブレットの中でね、これだけね、搭載されてればもういいだろうと、満足するだろうといった感じのものが全て搭載されてます。で、なおかつ、あのー、ね、セット内容が良くてね、えー、ケースもついてる、えー、なおかつペンもついてるということで、もうね、一式ついてるんですぐ 遊べちゃうっていうねすぐ楽しめるといったところかななんて思います、えー、ぜひね、えー、興味持った方この動画の概要欄にリンク付けておりますんで全裸待機してね、えー、ご購入いただくと、えー、私も次の話来るかなと思いますんで僕もねこれ買おうかなちょっとねすごくいいなーなと思ってね、えー、ブラックビューさんといえばねタブレット界隈の中でも本当ビルドクオリティ高くてね、えー、衝撃耐性とかすごくねよくできてる、えー、会社なんですよそんな中でねあの あの、一個、うん、あの、飛び出てるっていう感じでね、他のメーカーさんよりも全然ね、えー、すごくいい会社だと、会社のものになりますんでね、ほんとね、えー、買いたくなっちゃうなぁ、なんて思いました。はい、ということでね、もうタブレットね、いっぱい持ってるんだけどね、はい、ちょっとね、もう欲しいなぁ、なんて思, <laughs> 思ってますんでね、はい、といった感じのものになります。ぜひとも興味持った方、えー、購入検討してみてください。 はい。ということでね、えー、今日はね、ブラックビューさんの提供で、メガワンをね、紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうかえー、今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あとね、あの、ブラックビューさんちょこちょこね、僕のとこで話聞いて、<laughs> ね、来るんでね、えー、また色々新作出たらね、紹介のね、えー、 ビデオとか作りたいと思いますんでね、え、ブラックビューさんファンの方はぜひチャンネル登録の方もお願いしますし、え、ブラックビューさんのね、ファンじゃなくてもね、え、チャンネル登録の方お願いします。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いと、チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。